どうもこんにちは。僕は千葉県に小さな森を買ってそこに小屋を建てて住んでるわけなんですけど、正直この生活ってこういったものを作るのが趣味です、大好きですって人以外はおすすめしません。逆に全部自分で思う存分作りたいというね、わがままな人はこういった生活の方が満足感が高いと思います。やっぱり最近ね、 YouTube でも新築を建てたのになぜか寒いとか、新築なのに全然快適じゃない、失敗した、さらに新築なのにリフォームしなきゃいけない、そんな状態の家があるらしく、 YouTube で結構見るんですよね。おすすめに出てくるんですよ。そういうのを見るとやっぱりある程度家を建てる時のあのコツというか、ケチってはいけない、ここはしっかりやらないといけないってところを自分で作ると分かってきます。まあお金がないから僕はねこういうのをやってたりするんですけど、まあそういうのが好きな人は小屋はいいですが、極端にお金がない人は好きじゃないのに小屋に住む、小屋暮らしをやってみるって人も中にはいるんですよ。ただ好きじゃない人が小屋暮らしをやってしまうとやっぱりね続かないんですよね。一番長いのは吉田勝也さんという方がずっと小屋に住み続けていたりするんですけど、やっぱりその方も DIY が好きでやってるわけですね。なので僕個人的には小屋に住むんではなく、じゃん、今回こちら茂原市に安い物件があったので、まあ、これを見てこういった、まあ、この家がおすすめというよりはこういった物件を買って、まあ、ひっそりと暮らしていくのがいいんじゃないかなっていうお話をさせていただこうと思います。ちなみに私普段は、まあ、こういったもう小屋は作り終えているので、まあ、こういったね野良猫、猫助虎猫っていう野良猫は住んでいるので、その子たちがね夜寝られる部屋を作っております。まあ、こういったね暮らしをしているわけですけども、まあ、今回の家はそういったことはできません。やはり僕みたいな感じで野良猫を自由に外で歩かせたいって方はこの森に住むメリットはあるんですけど、いや本当に最低限そういうの好きじゃないです。最低限の暮らし、家賃を抑えて週3回の時給1200円くらいのバイトをして、ゆっくりと暮らしたいな、ファイヤーリタイアしたいなっていう方は、まあ、早期リタイアしたいなって方はこういった物件がいいのかなと思います。まあ、170万ですけど、諸費用を合わせるとなんやかんや200万くらい見といていいのかなと思いますね。もしかするとちょっと値切り交渉できるかもしれませんが、170万って結構ね、今の時代結構ボロボロでも屋根があの雨漏りしてて100万とかだったりするので、まあこんなもんなのかなっていう感じではあります、相場的にはね。でまずこちらの物件の外装、外観見てみるとこんな感じですね。人によってはね、いやこんなの住みたくないって思うかもしれませんが、まあリタイア、早期リタイアする方にとってはちょうどいいのかなと思いますね。まあミニマリストだったらもうちょうどいい、ワンルームくらいの広さですかね。まあこれが自分の一人暮らしだったらね、いいのかなと思います。中身こんなざっくりですけど、こんな感じで見まして、まあ先にこの間取り見ていきましょう。間取りは玄関が右にありまして、中央から左に和室、さらに左に和室、4畳半ですね。押し入れもあります。ここが寝室でしょうかね。そしてダイニングキッチンがあって、キッチンはガスコンロでしょうか。そして水場がある。でもちろんトイレと浴室があるんです。そして僕の今住んでる小屋っていうのはトイレも浴室もまだない、そんな状態ですね。なので全部作らなければいけない、結構大変で、僕もここ2年くらい経つんですね、そろそろここに住んでまだ風呂もトイレもない。まあトイレは穴掘ってしてて、風呂はシャワーという形なんですけど、見てください、ちょうど今過去の動画で僕の合計費用出てます。なんと237万、土地代除いたら177万かかってるんですね。まあ僕の場合ソーラーとかねやってるので、ちょっと計算がややこしいんですけど、土地と電柱と建築資材合わせてもざっと今計算すると、60足す76足す10足す48で194万これ買えちゃうじゃんっていうことで、実はそんなに安くないんですね。そう、実は激安ではないんですよ。もちろん僕の場合は家の広さがこの家より広いんですよ。僕作業場が欲しくて、その住んでる家だけだったら30万くらいなんだけど、作業場とか拡張工事をめちゃくちゃしてて、この家の広さの3倍から4倍くらいの広さがあるんですね、僕の家って。だからちょっと極端に小屋のくせに高えってなっちゃうんですけど、そこはまあちょっと比較が難しいですけど、まあ
言ってもそんなにねべらぼうにとんでもなく安いわけではなく、もちろん家の完成度としてはね見て比べはあんまり良くないように思いますけど、僕からするとめちゃくちゃ立派なんですね。僕の小屋よりは圧倒的に立派です。この辺の壁も剥がれてるのを、まあ、ちょっと色が剥げてるのを塗り直していただければもうすっかり綺麗になりますし、これ素晴らしいのが2階建てじゃないんですよ。なのでここに脚立を立てて、で傾斜もねこれ北海道とかじゃないので雪が降らないので傾斜が緩いので、まあ、正直ね乗れちゃうんですね。僕北海道住んでたんですけど、北海道の雪が降るので傾斜が急で登れないんですけど、これは登れちゃうから一人でメンテナンスができます。そういった点も加味して1階建て平屋のこのサイズっていうのはメンテナンスがすごいしやすいっていう意味で、まあ、1軒目の田舎移住の1軒目としては素晴らしい物件かなと思います。で物件っていうのは別にね1回買ったらそれにずっと住む必要もなく、まあ、飽きたら売って、新しい物件買ってもいいし、場合によっては貸して新しい物件に買って引っ越してもいいわけです。まあ玄関とかもねすごい昔風ですけど、この辺も、まあ、このねカーペットがちょっと汚らしい感じがあるので、これも剥がしてフローリングにしちゃってもいいですし、クッションフロアっていうビニールの床を敷いちゃってもいいです。クッションフロアも安いですからね、ちょっとお金かければすごい綺麗になりますよ。この辺もあの壁紙がすごい剥がれて汚いので、これもね貼っちゃえばいいんですね。するとすごい綺麗になります。あ、ただここ畳剥がしてますね。これ畳がもともとあったんでしょう。床の材がむき出しなので、まあ、ここは自分で床を作らないといけませんね。でキッチンもすごいことになってますけど、もうこの辺もねもう全部取っ払ってもうぶっ壊してもいいし、例えばキッチンに関してもジモティで無料でもらえたりします。たまーにそれをもらってきてこれをぶっ壊して捨てて設置してもいいし、これもね磨いたりしてね、ここやり直せば綺麗になるので、多少の DIY 能力が必要かもしれませんけど、僕的には結構いい物件だなと、すぐ住めちゃうなと思ってしまいました。混合泉ではないので水しか出なさそうですね。これはでもここで追い焚きでお湯を沸かすっていう方式なのかな。ボットンじゃないや、あの水泉ですね。水泉なのはグッドですね。茂原ですからね。先に茂原の場所見ておきます。上下水ありますので大都会ですね。これ住みやすい。ただプロパンガスっていうのは注意が必要ですね。これプロパン、風呂がね多分ガスなのでプロパン契約しないっていうわけにはいかないとは思います。場所としてはここですね。茂原のここなので、この辺僕も行ったことありますけど割と都会なんですね。ここは都会ではないですけど、ちょっと上に行くとこの駅のこの辺でしょう。この辺ざっくりと割と都会で、イオン、ちっちゃいイオンがあったり、業務スーパーもこの辺かな、確かこの辺に業務スーパーがあったり、マクドナルドとかそういったユニクロもあったっけな、自由とかそういったね店がこの辺沿いに、こっちかな、この辺かな、まあ、この辺にねなんかあるんですよ結構割と。だからそのゆるファイヤー的な、ちょっと早期リタイア生活する方って車持ちたくないって方もいるんですけど、自転車とかもしくは原付とかもしくは電動自転車、最近電動アシスト自転車も安くなってきたので、そういうの買っていただければここから全然あの通えるスーパーまで全然お買い物で行ける距離なんですね。だから個人的には全然ありかなと思います。そして物件なんですけど、あ、2軒分譲って言っていいのかな、2軒同じのが並んでますね。あっと、同じのが並んでますね。この奥ですね、奥。一応グマップで言うと、まあちょっと分かんないですけど実際は、あ、ここに入っていく感じですね。いや、いいんじゃないですか、なんかのどかでね。全然裏はなんか工場の駐車場みたいですね。で前が林ですね、森になってるので、お隣さんは一軒だけですから、ワンチャン、まあこれ言っていいか分かんないけど、ワンチャンここね畑やっても怒られなさそうまあこれ田舎あるあるなんですけど、本当はね本当はよろしくはないんですけど、空いてる土地は勝手に耕しちゃえっていうのが田舎なんですね。そして持ち主が来たらごめんなさいって言って使うのをやめる、これが田舎です。土地は買わずに勝手に使う、根田永年資材方法式はね田舎の特権ですから、別にね畑勝手に草むしりねしてね畑にしたから別に持ち主困るわけでもないし、買ってください、買ってほしいなって言われたらね値段聞いてね買わなければ
もう畑やめるっていうのはまあ田舎ではよくある話で、当たり前としてよくある話なんでね、そういったとこを加味して選んでもいいかもしれません。築36年なので、まあそんな古くはないですけどね、いいんじゃないでしょうか。特にこれがさ、例えば不動産の仕事としてこれがいい物件かっていうとわからないですけど、この物件に住んで生活をしてここで地盤を整えるというのはいい選択肢かと思います。まあ、先ほど途中だったけど、これカポってね、はめる様式にする便座があるんですよ。僕のおばあちゃん家もそれなんですけど、これ置くだけの様式化するやつが5000円くらいで Amazon とかでホームセンターでも売ってますんで、それ置いちゃえば見た目は洋室様式になって普通に座れて使えますので問題なく使えるかなと思いますね。ということで今回は170万円で買える平屋の一戸建てご紹介してみました。もう仕事が辛いなとか、ちょっと自分はまあ週5労働合わないなと、最近だと週5労働がなんかきついよってね、これが話題ですよね。週5労働で1日8時間労働はやばいっていうのが、まあアメリカの人かな、大学を卒業して新社会人となって働いてきつすぎてやばいっていう話をしたのがなぜか日本ですごい話題になってて、日本だけじゃないのかと、アメリカでもこの労働時間っていうのはきついんだと、日本人が弱くなってるんじゃないんだみたいなね、形で話題になってましたけど、やっぱりね、僕もそうなんですけど、週5は結構きついんですよね。やっぱ人間らしく心を平穏に保って働くのは週3くらいがギリギリなんじゃないかなって個人的には思います。なのでそういった生活をしたい方は、この170万円で安い一軒家を買って、この周辺で時給1200円くらいで週3労働しても、譜面だと12万くらいはね手に入っちゃうんですよね。だからその12万だとしても家賃がかからないので、実質家賃分が浮きますんでね、その分働かなくていいってなると全然生活できるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんもね、仕事で疲れたな、こんなに働きたくないってなった方は、田舎の一戸建てに引っ越して週3労働を検討してみてはいかがでしょうか。